衝撃パチンコ店が閉店を強制終了。その真相に迫る長文解説動画。皆さんこんにちは。脚本家のプロの専門家レイレイです。今回は衝撃的なニュースをお伝えします。なんと最近全国各地でパチンコ店が閉店を強制終了しているという報道が相次いでいます。一体その真相は何なのでしょうか。今回の動画ではその背景や理由について詳しく解説していきます。まずなぜパチンコ店が閉店を強制終了するのか、その背景を探ってみましょう。実は最近のパチンコ業界は厳しい状況に直面しています。過去に比べて客足が遠のいており、経営が苦しくなっているのです。そのため経営者たちは閉店を選択せざるを得ない状況に追い込まれているのです。次になぜパチンコ店が強制終了されるのか、その理由を見ていきましょう。実はパチンコ業界は法律によって厳しく規制されています。例えば営業時間や営業場所、遊戯台の台数など様々な制約があるのです。もしこれらの規制に違反した場合、行政からの指導や罰則が課されることになります。その結果パチンコ店は閉店を余儀なくされるのです。さらにパチンコ店が閉店を強制終了することによってどのような影響があるのか考えてみましょう。まず地域経済への影響が大きいと言えます。パチンコ店は地域の雇用を生み出し、周辺の商業施設にも多大な影響を与えています。そのため閉店によって地域経済が悪化する可能性もあるのです。最後に皆さんにコメントをお聞きしたいと思います。あなたはパチンコ店が閉店を強制終了することについてどのように感じていますか。またパチンコ業界の今後についてどのような展望を持っていますか。ぜひコメント欄にご意見をお寄せください。以上、パチンコ店が閉店を強制終了する背景や理由、そしてその影響について解説してきました。今回の動画が皆さんの理解を深める一助となれば幸いです。引き続きレイレイチャンネルをご愛顧いただきありがとうございます。次回の動画もお楽しみに。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。